横澤孝則君。はい、皆様こんにちは。立憲民主社民の横澤孝則です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず1期目の総括と2期目への意気込みについてお伺いしたいと思います。岡村さんは昭和58年に会計検査院に採用され、事務総長まで務めた後、平成30年12月に検査官に就任し、以来2年にわたり検査官を務めたと承知しております。検査官の職務の遂行にするにあたって、約35年の職務経験を踏まえ、民間出身の院長、検査官とともに会計検査院の抱える課題に取り組んできたと考えますが、この約2年間の在任期間中に重点的に取り組んでこられたことと、その成果についてまずはお聞かせいただきたいと思います。岡村参考人。ご質問ありがとうございます。私はこの2年間前回所信で申し上げたことを常に意識しながら、国民の期待に応える検査、国民の目線に立った検査に努めてきたと考えております。会計検査は多角的な観点から行われるというところが特徴でございますけれども、これまでの枠にとらわれない検査テーマにも積極的に取り組むように進める一方で、予算執行、会計計量を検査するという会計検査の性格にふさわしいテーマ、検査内容となるように検査の計画段階、中間段階等で意見を述べるなどしてきたところでございます。検査官として一番重要なのは、検査官会議の意思決定、これが公平かつ均衡の取れたものとなるように貢献することだと考えております。毎年この9月10月、この時期は何百件という検査報告の計器事項案の審議を連日行ってまいりましたが、私はこれまでの会計検査院での経験で、何千件というようなそういう事例に触れて、いろいろな判断をしてまいりましたので、その経験を生かして、他のお二人の検査官と有意義な審議をすることができたというふうに考えております。私は業務の効率化ということを常に意識して仕事に当たってまいりましたけれども、効率化、簡素化を図りながらも、最終的なこの検査報告の質というもの、これだけは譲れないというところでございまして、検査が十分に行き届いているか、論理転換に問題はないかといったところまで、あるいは文章表現もおろそかにはしてないとしてはいけないということでですね、細かなところまで意見を述べて修正を求めるようなこともあったところでございます。仮に今回ご同意いただき検査官に再任された場合には、引き続き国民の期待に応える検査、国民の目線に立った検査に努めて、検査官としての職責を果たしてまいりたいと考えております。横澤君。では次に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う検査手法についてお伺いします。会計検査院は出張して行う実地検査を重要な検査方法として位置づけており、検査報告の大部分は実地検査によって明らかになったものと承知しております。しかし、新型コロナウイルス感染症が収束していない状況で、この冬以降ですね、実地検査をどのようにされるおつもりか、ご見解をお伺いいたします。岡村参考人。会計検査院は、今年時の会計検査におきまして、新型コロナウイルスの感染拡大への対応等といたしまして、本年4月日、5月はすべての実地検査を中止いたしました。6月以降も、検査対象期間への同感染症の影響といったことに配慮しつつ、検査対象期間等を一部に限定するなどの対応を行ってまいりました。その間においても、職責を的確に果たすために、計算証明規則に基づき提出された書面を検査いたしましたり、あるいは検査対象機関から必要な資料を取り寄せたりして、在庁での検査を効率的、効果的に行うよう努めてきたところでございます。また、会計検査においては、全職員にモバイル利用可能なパソコンを配備いたしまして、各種の業務の支援システムを含む情報システムを構築いたしまして、実地検査先からも
データベース等にアクセスできるように、院内ネットワークへのリモートアクセスの機能を付与するなどして、事務処理の迅速化と効率化に努めてきたところでございます。今回、こうしたシステムにより、テレワークもかなり実施できたところでございますが、やはり最も重要な検査方法である実地検査の実績が例年の半分強にとどまるなど、大きな影響を受けたところでございます。新型コロナウイルス感染症が収束する時期や、その後の生活様式がどのようになるのかなどについて見通すことは容易ではございませんが、実地検査の実施率の回復に努めていくことは当然といたしまして、ポストコロナ時代に向けて持続的な検査活動の確保のために、リモートで対応することが可能な部分はないか、あるいは検査のさらなる効率化に資する検査手法の開発ができないかなどを検討いたしまして、ICT を利用した検査を積極的に導入するということなど、あるいは検査手法をさらに工夫する、多様な取り組みを行うことが重要になると考えております。横澤君。はい。次に、参議院決算委員会に決議に、決算委員会決議に関し、講じた措置の履行状況についてお伺いいたします。平成30年6月、会計検査院が参議院からの検査要請に基づく森友学園の国有地売却等に関する検査にて、財務省の決算文書改ざんを見逃したことや、検査結果の報告書を見て、地下埋設物の撤去、処分費用の試算が明示されていなかったことで、会計検査活動に疑念を抱かれるような体制を強化すべきと、参議院決算委員会は決議いたしました。これに対し、会計検査院は平成31年4月、職員に対して研修を実施するなど措置を講じたと報告しております。国民目線で検査の過程や内容に疑念を抱かれないようにするためには、会計検査業務のプロセスや人員配置の見直しなど、仕組みを整えることも必要であると考えますが、ご見解、そしてまた森友問題以降も、省庁による公文書改ざんや廃棄の問題が次々と明らかになっております。行政活動の実態を調査する会計検査院にとっても、事実が記載された公文書を入手することは極めて重要だと考えられます。あらゆる公文書を電子的作成、保存されている昨今、公文書の改ざんを見抜き、また廃棄されたデータを復元し、必要な検査証拠を入手する検査方法の開発が必要であるとも考えますが、岡村さんのご見解をお伺いいたします。岡村参考人。ご指摘ございましたように、会計検査院が平成29年11月に提出した報告書に関しまして、財務省が提出した決裁文書の申請性について、国土交通省にも確認するなどの検証を行わずに、決裁文書の改ざんを見逃すことになったこと、地下埋設物撤去処分費用の試算が明示されていなかったことにつきまして、参議院の決算委員会の決議においてご批判をいただいたところでございます。決裁文書の改ざんを見抜けなかったことについて、厳しいご批判をいただいたことはもう十分認識をしております。報告書の作成にあたっては、人員や機関の制約の中で最大限の努力を払って、膨大な資料の収集や分析を行いつつ、取りまとめを進めてきたものでございます。その中で、よもや書類が改善されているとの思いには至らず、決裁文書の申請性の検証については必ずしも最優先事項とは位置づけてなかったものでありますが、決裁文書の申請性について適切な検証がなされていなかったことは誠に遺憾でございます。このような事態を踏まえまして、まずこれは早い段階で収集した資料の信頼性に留意するよう全職員に改めて通知を発したというところでございますが、はいはい、すべての管理監督職員を対象とした研修を実施しております。それから職員の能力開発に携わるスタッフを拡充したこと、それから各階層の職員を対象とした研修のカリキュラムの見直しを行ってまいったということでございます。いろいろ今ご指摘いただいたことも含め、今後さらにいろいろ検討いたしまして、
独立した憲法上の機関であることを自覚し、会計検査体制を強化してまいりたいと考えております。横澤君。以上で終了いたします。ありがとうございました。